三遊亭遊子は、日本の落語家。本名、保坂幸。東京都東久留米市出身。血液型は、O 型。身長は百七十四センチメートル。株式会社ゴールデンミュージックプロモーションに所属。二千十一年大阪芸術大学部隊、芸術学科卒業後、二千十二年四月に三代目、三遊亭遊部さんに入門。六月上席学や入り。 夕末となる。浅草園芸ホールにいて、小褒めで、初講座。2016年6月、桂隆と共に二つ目に昇進し、勇士となる。出林は、ともやつ。2017年6月二つ目に昇進した一年後に、二つ目二年目という、小さな区切り目として、人生初のブログを開始。2017年には、手塚治虫の名作を舞台化した、万劇。 手塚治虫第四巻ザ・フュージョン・オブ・コミックス・シアター・スタジオステレプレゼンツ舞台不思議の国でアリス落語とハワイが恋をしてるなどの舞台に出演した2021年3月27日放送の特番オールスター感謝祭21春内でのコーナー東京ドイツ村ミニマラソンに初出場し女子1万メートル日本記録保持者である 新谷みらを破り優勝を果たした。趣味は、油絵、水彩画、読書、バスケットボール。同じ落語芸術協会に所属する二つ目十人で、芸協家電茶というユニットを組んでいる。実質的になりきんの後継にあたる。同じ落語芸術協会所属の春風亭翔介、柳谷福吉と大阪限定の東京落語会ユニット、一揆を結成している。 浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる、住吉踊り連に所属している。ありがとうございます。